やみちゃんです。今日は久しぶりにオフをもらいまして撮影しております。今日オフだからと思って昨日の夜アットコスメにちょっと寄ってね買い物してきました。本当にちょっとしか買ってないんだけど、まあ、今日はそれを紹介しようかなと思ってます。せっかくの休みだからさ、いろいろいろんなことあんなことこんなことやりたいとか思ってたんだけど、結局起きたら16時でした。割と寝起きで撮ってるんですけど、本当に睡眠って大事だなって思って、なんか買ってみたの。これ清涼菓子って書いてるんだけど、色2つで可愛いなと思って、ほらってなんか2つも買っちゃった。ローズとミント。今日は見てくださってる皆さんに感謝を込めて、皆さんの息をきれいにして差し上げましょう。さあどうですか、優しい甘さの蜂蜜梅。酸っぱい、めっちゃ酸っぱい。さあこれでたくさん皆さん唾液を出してください。みんなよだれ出てる、よだれ出てる。そう、よだれを出すことは口臭予防につながります。私さ、PCR 検査とかあるじゃん。ああいうのして思ったんだけどさ、PCR 検査するところってね、梅干しの写真が置いちゃったりするの、レモン絞ってるところとか。だからそんなの見るよりも、酸っぱいもの食べてる人の画像見た方がめっちゃツバ出るよ。だからこれ PCR 検査の時に見てよ。ジョワーンって感じ。あ、皆さんよだれ出ました？これ撮影あるあるかもしれないんですけど、こう開けて、正面から見たら開けてないみたいじゃん。くんくん。あ、いい匂い。普通にミント。めっちゃ美味しいお菓子。という感じではないんですけど、まあ、いざという時になんか人に会う前とかあったらすごくいいなって思いました。1個 3.2 キロカロリーです。みんなガムさ、どれが好きですか？私クロレッツの緑とかそっち系がめちゃくちゃ味長持ちするイメージですっていう話で、次買ったのが、次これ2本目セザンヌのウォーターティントみたいなやつ、ウォータリーティントリップ05番。最近私あのウォータリーな感じのあのティントがめちゃくちゃ好きで、塗った感じはみずみずしいんだけど、ジュってそれが唇に染み込んでいく感じっていうのが好きで、よく買います。でも私の唇の色に合ってるのがこれなの、05番。ブルベさんにいいかもっていう感じの色。ほら超みずみずしいんだけど、スッって吸い込まれるような感じに。これでも1本目はいただいたんですけど、あまりに自分の唇に馴染むからっていうので、あの自分で買いました。ちょっと塗ってみようか。今海外コスメのなんか唇につけたからちょっとあれなんだけど、抜き切って、なんかもうね、ほとんど自分の唇の色似てて、なんかすごい奇跡的な出会いだなって思った。しかも塗ってますっていう感じがしないのね。まあだってそれ自分の唇の色とめちゃくちゃマッチしてんだからそうだよねって話なんだけど、5色私見た時あって、多分5色展開なんかな、間違ってたらごめんなんだけど、5個あったらどれかは自分に合う色があると思うので、ぜひテスター使ってみてください。なんか直接塗るんじゃなくて、今なんかこういうチップとかも置いてくれてるから、衛生的で試してみるのもいいんじゃないかなと思います。セザンヌのウォータリーティントリップでした。これは良かった本当に。で次、ザー、これアンドハニーのクリーミーってやつ、クリーミー EX ダメージリペアヘアパックっていうのが出てて、なんかそのサンプルがあったから、新しいのがあったから買ってみました。ステップ1のシャンプー、ステップ 1.5 のヘアパック、ステップ2のトリートメントで、ヘアオイルまでついてるの、かわいい。私案件でアンドハニーさんの商品使ったことあるんですけど、ちょっと気持ちいいじゃん、使い心地いい香りだしっていうので、あ、いいなと思って買ってみました。フレンチベリーハニーの香り。あ、で今日昨日したシャンプーは、あ、でもこれ案件で、あのやりますかやりませんかって、まず私いつも使ってからじゃないとするかしないかって決めないので、よくいろんなサンプルを送ってきていただくんですけど、昨日は私もうこれ16時まで今日寝てたって言ったじゃないですか。普通は髪ボサボサになるじゃないですか。今これ髪の毛解いてもないし、あのぶっちゃけ手ぐしだけです。でこんなに落ち着いてるってすげえなってっていうので、いや本当はその名前出したいんですけど、まだあのちょっと進んでないから言えないみたいな感じで、またなんかその案件が全部終わった後に、これあの時のシャンプーでしたって言いたいと思うんですけど、なんか最近市販でもすごいいいのいっぱいあるなって思ってて、そのヘアケアに関してもそうだし、スキンケアに関しても、え、マジで効果あるじゃんみたいなものが多くて、マジでびっくりしてます。ただ私的に結構ショックなのが、特に案件の場合とかって効果を自分がめちゃくちゃ実感したとしても、こういう効果ありましたって言っちゃダメなんですよね。だからこう言葉を逃してさ、何々感があるとか、何々を目指せますとか、そういう言い回しになっちゃうのが自分の中ですごい悔しいんだよねっていうのを今ちょっとここでお伝えしておきます。ただ私が紹介してるのは本当に自分がいいなと思ったものとか、あ、こういう人にならおすすめできるなとかっていう、そういうものなので、何かしらいいところがあって紹介しているものなので、なんか信じてみていただけたらなと思います。はい、あ、そうそう、なんか面白そうなのがあったんで、なんかモデリングマスクっぽい感じがしていいなと思って買いました。なんか2個買いました。これこの後使おうと思うんだけど、よかったらショートムービーでも紹介しようかなと思って2個買いました。本格エステ気分みたいな、オフラからちょっとやってみようかな。シェルクルール、なんかアットコスメのちょっといいブースのところにポンって置いてあって面白そう。まあいいや、これちょっと後でするね。感じこんなもんかな、買ったもんって。また後でパックしますんで、一旦
終了。待って、今ピンポンって郵便局の人が来てさ、実家の友達から箱が送られてきたんだよね。友達なんか友達ってなんだろうって最近考えた時にさ、血のつながってない家族だよなってマジで思う。え、なにこれ見た瞬間運命感じた。なにこれ、めっちゃお腹空いたから超嬉しい。みんなチロルチョコレートどう食べる？私は絶対半分にかじってから中身見てなんか満足して食べたいんだけど、あれチロルチョコを一気にガブって食べれる人って結構豪快でなんかすごい人だなって思うんだけど、これ私だけ。うん、ありがとう。私の好きなもの全部詰めてくれてる。ほぼお菓子なんだけどさ、このミッフィーのスープハルシャの。東京でも絶対買えるので食べ物も入れちゃった。入れ組プレゼント for you。 あやみ、おしゃれなものたくさん待ってそうだから癒しをテーマにしてみた。コースターは見た瞬間これもあやみだと思ったこれが私のイメージらしい。お、ながらホットアイマスク、バスルームから愛を込めて、桃尻パック絶対ギャグで入れてる。入浴剤、めっちゃ嬉しい。手紙も、ひろし、ひろしってこの子のお父さんの名前だから。あやみが愛媛に帰ってきた時コメダ行こうねって、やった。もうギャグ線高いし、てか前話したけどワニスって言ったのこの人だから。ワニスって覚えてますか？人生で一番笑った話っていうのをね、前動画でやったと思うんですけど、どういう話かというと、そう、なんか私商業高校だったからさ、地域ビジネスみたいなそういう授業があって、そこで環境の話とかするんですよ。でもう近年はなんかワニのペニスがどんどんちっちゃくなっているって、これ下ネタじゃなくて、あの本当に環境問題の話ね。ワニのペニスがどんどんちっちゃくなっているんだっていう授業があったので、その授業が終わった後にボソッとワニスって言ったんですよ。でワニとペニスでワニスって言ったんですよ。もう私そのワードが多分人生で一番笑ったんじゃないかなっていう話をした、そのワニスの生みの親がこのミキちゃんです。まあめちゃくちゃ身内ネタしてごめんなさい。今お風呂から出ました。パウダーとジェルを混ぜお肌にのせて15分、まるでエステに行った後のような柔らかなお肌に。化粧水した後にすんの？化粧水すんのか。ドローン、やばくない？やば、やばくね？おローション、あ、なんか今の化粧水は台湾の化粧品会社、なんかドクターズコスメのやつで、ちょっとインスタグラムの案件で別の商品をやったんですけど、なんかこれもよかったらっつってもらったやつです。ドクターウーってやつ。ドクターウーマジでビビった、マジビビった。なんか本当にそのインスタグラムにも書いてるんですけど、使った手もキュッキュッキュッってなるのくらいツルツルになる。塗るだけのピーリングなんだけど、なんかマンデル酸っていうアーモンドから抽出したちょっとピーリング効果のあるものが入ってるっていうやつなんだけど、そのセラム1本使っただけでここもいいんだろうなと思って全部揃えたくなるような化粧品でした。ビビる。なんか最近本当に市販もすげえなって思うの、うん、最近楽しい。あ、今ちょうどこれ私のガチな唇の色。今じゃあちょっと何風呂から出てティント塗ってんじゃねえよって思うし、私も塗りたくないんだけど、ちょっと色見せるためにさっきの見て、私の唇の色めっちゃ合うやろ。顔色全部が明るくなるし、なんかただ自分の唇の血色がちょっと良くなりましたみたいな色だからいいんですよ。早くパックやるよって。やるよ。この間さ、眉のね、なんかワックス脱毛行ったのよ。眉毛パーマとかもかけてないんだけど、ただなんかワックスしてもらっただけで5000何歩取られたのね。しかもなんかそんな、なんか割と納得いってないし、でも綺麗なのかな、わかんない。まあいいよ。1剤2剤1分混ぜるんだって。ほら、あーとか言うてな。1分、2ミリほどの厚さに均一。これ指で塗るんだって。まあいいや、一旦2ミリ、まあ、割と厚めに塗ってってことだよね。まあでもなんか相当膜にこう覆われてる感じだからプルンプルンにはなると思う。相変わらずデコ広いな。いやマジで、あのデコ広すぎてあれやりたいんだけど、あのここなんか書くやつあるじゃん、入れ墨みたいな。アートメイクしたい。前髪隠していくからいいんだけど、あのね、全然刺激ないし、匂いも全く、特にアルコールの匂いがするとかじゃなくてね、アガベシロップってわかる？急激にこう血糖値が上がらないっていうお砂糖なんだけど、なんかほんとほぼ匂いないんだけど、ちょっとアガベシロップっぽい、こんがりした砂糖みたいな。ちょっとよくわかんないね、私もよくわかんないわ。圧倒的無害感がある。なんか化粧品のいい香りがするとかそういうんじゃない、もうほぼ無臭。クマやば。意外と結構
構ねいっぱい入ってた。私これ足りんのって思ったんだけど、だいぶ足りる。まあ、ここまで目の周りまであんま塗らなくていいと思います。はい、塗りました。こんな感じ。あ、15分くらいでパックが固まるんだって。あ、違う、ちゃんと剥がすパックだ。これで15分したら剥がれるんだって。モデリングマスクじゃん。普通にモデリングマスクじゃん。めっちゃテンション上がるじゃん。いっぱい塗ったから剥がれると思う。この MB マスクっていうのが今やってるやつが、素肌の引き締めと代謝促進、潤いを回復させ、お肌の透明感をアップさせるパック。ホームページが若干古い感じがするのね。まあ、別に私商品が良かったらそんなホームページとか何でもいい派なんだけど、成分調べたら滑走エキスっていうのが入ってて、昆布とかワカメとかメカブから得られるエキスです。保湿とかあと肌荒れ防止に効果があるような成分で、上漆派エキスっていうのが入ってて、皮膚コンディショニングみたいなのに使われるものです。抗酸化の作用があるらしい。あとビフィズスキン培養溶解質っていうのが入ってて、保湿にも効果があるし炎症を抑える役目もあるみたいで、最後にこのマグワコンピエキスって書いてあるかな、色素沈着抑制効果とかもあるんだって。あ、でもとにかく天然の保湿成分がいっぱい入ってるってことが分かりました。どうなんですかね、皆さんさ、やっぱパックに15分かけるってかけすぎだと思いますか？なんか私はもうなんかやりまくってるから、そういうパックを慣れてて、そのくらい当たり前だ、そのくらい待つの当たり前みたいな感覚なんだけど、意外と15分ってみんなやっぱだるとかなりますかね。どうなんだろう。じゃあ、あの、私明日から、この家で同棲することになったので、あの、皆さん楽しみにしててください。あの、今度皆さんにも紹介しますので楽しみに待っててください。わかんない、なんかとかってみんな言われるかもしれないんですけど、あの、同棲するのでその方と一緒に YouTube 撮ったりとかもすると思いますので、また、あの、今度紹介しますので、温かく見守っていただけたらなと思います。はい、ちょっと笑うとさハゲちゃうから。はい、ちょっと作業してたら乾かしてきました。なんかちょっとやばいパック乾かしすぎるのやばいからね、これ。あ、ドゥルン系じゃないんだ。なんか脱皮みたいだね。あ、いいや、これでちょっと一瞬サムネ撮ろう。あ、でも下がめっちゃ潤ってる。え、超潤ってる。やばい、大事なここの産毛が抜けてまう。なんかアクアバブモデリングマスク私やってるじゃん。あれはパック自体はもうマジで乾かないんだけど、20分経っても乾かないんだけど、これはなんかちゃんと乾く感じになってる。くず湯とかの一番上にできる膜みたいな感じ。すごい水分に満たされてる。痛いんだけど、私も大事なここのさ、もうここもうこれ以上剥げてほしくないんだけどさ、ここにくっついて痛い。あ、剥がすときは全然痛くないですよ。今ちょっと髪の毛に絡んでるこれが痛いっていう。マジでほんと髪の毛大事だからやめて。ここの髪持ってくのはやめて。うぅ、マジフケみたいじゃん。なんか中学生の時にさ、運動会の練習で日光こう当たりすぎた日にボロボロ頭皮が剥げて、なんか友達に汚いとかって言われたことある。笑いながらね、あの、落ちにくいところはもう化粧水でパパって取っちゃった方が楽です。なんかドゥルン的に剥がれてくれる感じじゃないから、その剥がしてる時にパリパリのやつが下に落ちたりとかするから、化粧水で、これにも書いてるんだけど、説明書にもペペって取っちゃった方がいいと思います。ちょっと剥がすのめんどくさいけど、もちっとはします。てかすごいもちもちです。時間がある時にスペシャルケアでやっていただくのはいいんじゃないかなと思いました。なんか眉毛とかについてるやつが、なんか眉毛も剥がれそうって思うかもしれないんですけど、それはなかったです。私眉毛にべったりついてたんだけど、それはね普通にプリプリって取れた。毛が一本も抜けませんでした。で、終わりなの。これ8個入りで5500円で、1個が880円ね、税込みね。私が大好きな、あの、23 years old のモデリングマスクと、今日やったモデリングマスク、私は韓国のやつの方が好きなんだけど、肌刺激のことで言うと今日やったやつの方がめちゃくちゃ低刺激だと思います。なので、まあ、どっちもすごい、あの、モデリングマスクだからもちもちっとするから、ちょっと剥がすのがめんどくさいんだけど、肌が弱い人とかでも、あの、しっかりモデリングマスクやってみたいんだよね、水分入れたいんだよねとかいう人は、これめちゃくちゃいいと思います。ということで、今日は、やっとコスメで買ってできたものをいろいろ試してみました。じゃあまた、あ、じゃあ今度はその、あの、同棲の彼と一緒に、彼とか言っちゃった、同棲の彼と、あの、撮りたいと思いますので、皆さんぜひ、あの、チャンネル登録などしていただいて待っていてください。通知が行くと思いますので、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなね。